こちら。今日はですね、ちょっと衝撃映像スペシャルということで、もんじゃ焼きなんですけど、おそらく、まあ、これも西大調べですけど、日本で一番早い小手さばきでもんじゃ焼き作るんちゃうかという動画でございまして、大阪東心斎橋にありますもんじゃ焼き麦さんの店長がやるもんじゃ焼きなんですけど、まあ何の加工もしてません。ただただ僕は動画でずっと撮ってただけなんですけども、早送りもせずこんな早いのって言うてしまうと思います。ご覧ください、どうぞ。ベビースター入ってるのかな、一応上からかけさせていただくから、ああそういうことね、中に入れるかどちらか選んでいただいてるんですけど、基本はでも上からの方がええわ。あ、わかりました。めっちゃうまいよこれ、明太子パターンもね完璧やん、間違いない、わざと早せ。いやほんまです。早い方がええの。いやいつもこんな感じなんですよ。食感を残すためにちょっと早めに焼かせていただいてるんですけど。めちゃくちゃ早いねんけど。曲がってる。すごい。もうできたね。お待たせしました。最後ベビースター振らせていただいて、はい、で30秒ほどお待ちいただいてから、おかげで一緒にお召し上がりください。完璧。ありがとうございます。うわ、うまそう。これいいや、大将おすすめ。いや、もうこれは美味しいと思います。お待たせしました。うまそうでしょ、ってか早すぎへん、めちゃくちゃ早いのよ。ぜひとも皆さんも東心斎橋のもんじゃ焼き麦さんの店長の小手さばき見に行ってください。味はすごく美味しいです。以上でございます。